久保さん。いやー、久保さん、ちょっとびっくりですね。あの、三井住友カード、緑と白、白、あったと思うんですけど、白行きましたか僕も白ですよ。<laughs> ねやっぱなんか、なんか、感覚が合うんでしょうね。ね何なんですかね。<laughs> ま、今回はですね、そうそうそう、昨日あったんですけど、昨日ね、僕ね、お客さんに説教して、 なんでお客さんに説教した話をしようかなと思うんですけど <laughs> あのなんだあのまあ前前提がありましてそのコンサルの前の前ぐらいに前ぐらいかなその吉谷さんとあのカスタムサムネイルそのやり方が分からなくてあのどういうふうにやるんですかみたいな。 で、そのやり方、ああ、じゃあそれはもうやり方教えるから、それやってってって、動画を撮ってね。で、やり方分かりましたつって、できましたみたいな。すごい、できたよみたいな。そういう、その振りがあったわけですよ。で、一週間後が2ね、経ってね。あの、まあ、報告も,もらうわけですよね。だから、あの、あのカスタムサムネイル一個も作ってないですよ。<laughs> いや、やらないんだったら聞くなみたいなね。 <laughs> なんかまあ、あとね、1日1本もアップロードできてないんですよ。1日1本もアップロードできてないし、カスタムサムネイルも作ってなくて、どういうことみたいな。<laughs> 本当に稼ぐ気あんのみたいな。ブワー、モード入っちゃって、ぶわー言ったって、もうしょぼーになってましたね。<laughs> 何が言いたいかっていうと、誰のためにやってんのかなっていう話なんですよね。まあ、それも言いましたけど、自分の人生変えるため、自分が稼ぎたい。 わわけでやってるのにもかかわらず僕からすると、1日1本ってむ難しくないと思う。難しいかもしれないけども、じゃあ5分とか3分の動画って撮れるでしょっていう。で、これから稼いでいきたいんでしょと。なんで1日3分5分も撮れないのと。うーん。まあ、それで詰めたわけですよ。で、カスタムサムネイルも1個も作ってなかったから、いやいやいや、30分カスタムサムネイルね、ちょっとまあ、 難しいかもしれないけど、30分とか1時間、時間なかったの ?24 時間の間に30分とか1時間なかったのみたいな、ありました。なんでやってないの怠慢です。みたいな <laughs> いや、怠慢っていう言葉言うなよ、みたいなね。ぶ <laughs> わーまたそっから言う、ぶわー言うなんですけど。<laughs> うん。だからまあ、これね、原因は分かってるんですよね。原因は何かっていうと、やっぱ完璧を求めちゃうんですよね、みんな。うん、なんか、あのー、例えば、 あの言おうと思ってたことが言えなくなって止まった時にあダメだこれみたいな感じでじゃあこれアウトとかねアウトとかやるんですよねだからた多分その完璧を求めてるからできないんですよねだから僕なんかもう寝てる動画でしたらアップロードできるのでまあ,あのなんだあの何でも僕アップロードするので <laughs> でも何でもアップロードするからこそ見えてくるものもあるし うーん,なんだろうなまあ久保さんもそうだと思いますけどねパン食いながらね速火熟売れるわけじゃないですか何 <laughs> かねまあ結論まあ王道のやり方もあるんですよ王道のやり方これをこの商品を売りたいんだったらこの商品に関連するコンテンツを作るっていうこれが王道なんだけれどもでもなんだろうな僕が言いたいのは1日1本ぐらい何かしらアクションしない限り 形にしない限りね、何のフィードバックもないよって話で。いや、何かしら形、なんか、言ってた、これもブチ切れ、ちょっとぶっ切れたんですけど、いや、吉田さん、僕はずっと考えてますと。ずっと考えてます。うん。あの、考えるのは当たり前で <laughs>、形にせんと結果は出ないよと。ビジネスっていうのは結果が全てと。じゃ結果を出すためには形にしないと、考えてるだけでどうやってその再生数稼ぐのと。リストを獲得するのと。いや、考えてね、 リストを獲得できる。じゃあ、アイディアがあったとしても、そのアイディアを形にしないと、何も生まれないわけですよ。うん、だから、ぶっちゃけアイディアとか考えてるとか、あんまね、クソの役にも立たないんですよね。まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、形にしないんだったら、役に立ってないわけじゃないですか。 そもそも形にするために考えてるわけですから、形が前提だわけじゃないですか。でも、考えることが前提になっちゃったら、ずっと人生ね、俺、どうやって稼ごうかな、どうやって稼ごうかな、どうやって稼ごうかな、死ぬ、みたいなね。ずっとか稼ぎ方を考えて、そのうちにまあ生き耐えるっていうね。え、そ、それを求めてるんですかみたいな。うーん。だまあまあ、まあ、僕はまあいろんな実体験からまあお伝えしてるんですけども、 本当ね、もう、考え方は本当大事です。考えることも大事だし、考え方も大事だし、えー、受信力も大事だし、全部大事なんですよ。だけど、もっと上に大事なことがあるとするならば、形にしないとダメです。形に、えー。形にして結果を出すっていうことが大事です。だって結果をだ、結果が出なければね、久保さんもね、今の生活、出てきてないですよ。ネットワークビジネスも、えー、なダウン0人です。えー、速っ塾も全然売れません、0人です。 えどうやって今の生活するんですかっていう結果を出さないとこの自由なライフスタイルっていうのは得られないわけですようん少なくても僕も4年間この少ない再生数でねいあの異常なやり方異常な <laughs> 異常なやり方でも結果を出してるから今の生活ができてるできてるし で僕自身も毎日考えてるし、どうやって今月商品売っていこうかな、どうやって売り上げ作っていこうかなっていうのは、そんなの当たり前のことを考えてるしで、なおかつそれでうまくいかないこともありますよ。で、うまくいかなかったら、じゃあ次、次、次、次っていうことで、うまくいくまで、結果が出るまでやり続けて、とにかくトライアンドエラー。なぜならば、結果を出さないと、結果を出すまでトライアンドエラーしなければうん、なんだろうな、自分の自由な生活は得られないわけですよ。 また出社し、どっか働きに行かないといけないですよ、僕は。うん、だから、トライアンドエラーするのは当たり前で、結果を出さないといけないですよ。うん、だからそこがね、やっぱね、ビジネスを今までやってなかった人っていうのは、やっぱり結果を出さなかったとしても、毎月は、 お給料がね、安定的にもらえるわけじゃないですか。例えば、会社で失敗したとしても、会社の失敗は自分のし、自分の失敗ではなく、会社の失敗として、上司がケツ持ってくれるとかしゃ、なんだ、会社がね、ケツ持ってくれるとか、で、給料はもらえる。で、新卒で入って、うん、仕事が全く覚えられてない、仕事が全くできない人に対しても、給料が払われる。だから、1、うん、人で稼ぐっていうのは、そういうことじゃないので、 もしそれが嫌なんだったら、うーん、申し訳ないけど給料をもらう生活を一生するしかないですよね。そんな甘いもんじゃないんで、自分で稼ぐっていうことは。うん、考えるのは当たり前だし、結果出すのは当たり前だし、結果出さないと飯食えないですからね。 うんまあ、常にお金のことを考えないといけないし、キャッシュフローのことを考えないといけないし、2ヶ月後、3ヶ月後、10年後、30年後のことも考えてるし、もう全部とにかく考えてますよ。プラスアルファ行動も伴ってないとダメだし、うん。なんかね、いろいろ昨日は思うことがありましたね。ぶち切れましたけどね、タ <laughs> そもそも何のためにやってんのみたいな。なぜ怠慢っていう言葉が出てくんのみたいな。 しかもね、コンサル料金なんか安い金額じゃないわけですよ。高額ですよ。高額。高額なお金払ってまで、ね、怠慢っていうのって何を考えてるんだと。<laughs> 自分のた、自分の自己成長のために、あの、お金も払ったはずだし、自分が稼ぐためにやってるわけじゃないですか。うん。まあちょっとね、ぶち切れましたね。 まあ自分のためにやりましょう。自分のためにやってほしい。本当に。僕に怒られるからやるとか最悪ですよね。うん。まあこれも聞きましたけどね。別にもう言わなくてもいいよと。でも、僕はそれはできてないから、うん。ね、それも仕事だと思うから、言うべきところは言う。ね。うん。だけど、言われるのが嫌だったら、別に、ね、あの、言わなくすることもできるよと。どっちでもいいよと。 だってその人の結局人生なわけですから、その人がどれぐらいの期間で成功したいのか。じゃあ20年かかってもいいよってったら、僕20年スパンでゆっくり、あ、いいんじゃないですかみたいな。1週間に1本 OK とかね。あ1本できたじゃないですかと <laughs> そう。そういうペースでいいわけじゃないですか。うん。まあ最低やっぱね、1日1本はね、欲しいっすよね。うん。てか、1日1本もできないようじゃ、 稼げないんじゃないかなと思うんですよね。こんだけだって、誰が見ても激戦区なわけじゃないですか、YouTube。誰が見ても。誰が見ても昔に比べて YouTube って激戦区で、なんか一日一本ぐらい僕は当たり前です。だって埋もれるじゃないですか、どう考えても。100%埋もれますよね。うん。だからもう最低一日一本はもうマストでずっとやっていく。で、この前その、なんだろうな、 熟生さんとその音声対談を取ったんですけど、その方はもう4年5年もう毎日動画1本ずつアップロードしてるんですよ。毎日1本は絶対アップロードしてるんですね。結果、なんだ、もう4万人ぐらいいるんですよ。チャンネル登録者数。4万人ですよ。だから久保さんより上ですよ。そう。<laughs> そう。だからね、まあその方はね、もう、もうしっかりもうね、出来上がりましたね。もう完全に出来上がりました。 一日一本なんか絶対もう何が何でも一本アップロードするっていう。ずっとアップロードするっていう。うん。出来上がってましたね。だから出来上がるまで大変ですね、ここはね。うーん。まあその方もノウハウコレクターだったんですけどね。<laughs> まあ人が変われるんで、僕はその人も一日一本絶対アップロードするっていう、うなんかね、誰でもできますよみたいなその人も言ってたんですけど。いや、誰でも言える。 そっちの立場になりましたかみたいな話してたんですけど。いや、変われるんですけどね。変われるんだけど、変わるの難しいなっていうのが、非常にありますよね。まあでも、やるんだったら変わってほしいですよね。変わらないんだったらやらなくていいんだどうせやるんだったら、やりきってほしいですし。うん。そう。まあ、中途半端が一番良くないですよね、多分。どうせやるんだったらもうやると。で、あとは、やめるんだったらもうやめちゃうっていう。 うん、だから僕、Facebook やめましたけど、Facebook ききである程度やっていき、やりきって、例えば、Facebook で1日40投稿する人とかあんまりいないじゃないですか。昔、変顔をね、バカバカアップ Facebook で,でしてましたけど、1日40投稿とかね、常に、僕、クレーム来ましたからね。Facebook 開いたら、吉谷さんのタイムラインしか流れないから、ちょ、やめてくださいって言われましたね。クレーム来ましたよ。もうね、もう、Facebook のアプリ開いたら、吉谷さんの変顔しか流れてこないみたいな。 やめてくださいみたいなすげえ言われましたけどそれでもやってましたけどね <laughs> うもうぶち抜いてましたけどうーんなんかまあそれぐらいそれぐらいまあやってほしいっすよねうんはいではいってらっしゃい